闇が溢れ出してる。あの黒い血は全部常しえの夜のかけら。まずい、急いで浄化しないと。うわあ、こっち来た。止まれバカ、そんなに騒いでる。実に素晴らしい戦いだったな。俺はロイド、世界を旅する商人だ。この島には珍しいお宝がわんさか眠ってるって聞いてな、一山当てに来たってわけさ。ところで、命の恩人の名前を教えてもらえるかい？私はアーナス。あなた、さっきの男の人？ああ、あいつなら。あんたね、私が調べてた遺跡を横取りするわ、私をおとりにして自分だけ逃げるわ、何してくれちゃってるんですか？まあまあ落ち着いて、アルカードの旦那、最後はちゃんと助けてやったろ。アルカードじゃなくてアルカド、旦那じゃなくて教授とお呼びなさい。それに私を助けてくれたのは泥棒崩れのお前なんかじゃない、こちらの未確認生命体のお嬢さんだ。未確認？私は妖魔研究をしておりますアルカドです。夜の君がいよいよ目覚めると聞いて世界最後の夜を観測に来たのですが、いやいや、早速こんな素晴らしい研究対象と巡り会えるとは。研究対象？邪妖をあんな風に葬り去るなんて普通の人間にはできっこありません。そこでぜひ君の体を調べたい。それよりどうしてこんな危険な場所に？それはこいつだ！あんた何言ってくれちゃってるんですか？ここは私が教皇庁から聞き出した妖魔研究に最も適した場所なんですよ。それはあんたが金目のものがありそうだとかなんとか言うから心配になってついてきたんじゃないですか。白馬の王子様を夢見る真相の霊場みたいに
眠ってるお宝ってのは冒険野郎を待ってるもんなんだ。それにあんただって本物の妖魔が見たいって言ってたじゃないか。俺はこの通りナイスガイだし、あんたも黙ってりゃ美形に見えないこともないし、すげえ美人妖魔が引っかかるかと思ってさ。あーた、ナンパしにここまで来たんですか。呆れた変態ぶりですね。初対面のお嬢さんに体を調べさせろなんて迫る男の方がよっぽど変態だと思うが。はあ、バカバカしい。あれは純粋な研究欲です。私の崇高な研究をあなたの汚れた目で見ないでいただきたい。人の恋愛観を汚れとか言うな。両親が愛し合わなきゃお前だってこの世に生まれてないんだぜ。はあ、さてお前恋愛経験ゼロか。生きてきた年数イコール彼女いない歴か。ぐしゃ、研究に身を捧げたこの私を、よくもこの中で主義者の私でも、これには堪忍袋の方がキレッキレですよ。決闘だ。ほう、やるかい変態先生。じゃあアーナスちゃんを見届け人に見立てて。お帰りなさいませ、アーナス様。ごめん支配人、宿泊客ほっぽり出してきちゃった。あの方々なら大丈夫ですよ。それより心配されておりましたよ。リュリーティス、リュリーティス、今帰ったよ。よかった、本当に。そんな泣くことなんかないだろ。どうしたのさ。だって、リュリュ、おいで。アーナス、宿舎にいた時はよくこうやって踊ったよね。私ダンス下手だったものね。アーナスが付きっきりで教えてくれて、懐かしいわ。リュリーティス、私は昔からエージェントだった。英国に行ったのも教皇庁の命令があったからだ。だから私をか弱い女の子なんて思わないでほしい。私は決して倒れないから。私と友達になったのも命令があったから。私が聖女の子孫で妖魔に狙われやすいから。それは知らなかったけど。こんなに優しいのにずるいわ、ずるい。君へ感じてる気持ちは本物だよ。だからずるいんじゃないの。いっそ冷たい人だったらよかったのに。リュリーティス、何でもないんだ。今日はもう遅いからベッドで休もう。アーナス。